こんばんは、アメトンです。ファクトリオエンドレスなんか出てますよ。移行されたコンテンツ、削除されたテクノロジー、ロジスティックスロットって書いたんね。これあれだよね、自らが要求チェストになるやつだよね。それとあと、トラッシュスロットも消えたって書いてある。オートキャラクターロジスティックトラッシュスロット。が全部消えたの？ちょっと見てみよう。研究が消えて、あ、なんか全然見た目変わったぞ。ちょっと何これ、慣れない、すごく慣れない。新鮮ではあるけれどとても慣れない。手荷物、あ、キャラクターの色変わんの？俺急に来たなこれ。そう、あ、変わる。俺オレンジとか黄色が好きなんだけど、でもこの三原色ってどうやって黄色にする？あ、黄色っぽい。これでいくか。超適当。オレンジっぽい。こんな感じ。ウェポンと、アーマーなんだこれ。オープンイクイプメントグリッド。あ、グリッドね。出た出た。変わったね。インベントリがなんかグッと変わった。キャラクターオプション。パーソナルロボットポート。これか。ここがやれるんだ。エグゾスケルトン。強化外骨格か。だね、これが無効になりました。でカラーと、あ、でどんどんちょっと近ベルト来てっからさ、あの原発に送ろうぜ。今俺どこにいる？俺どこ？ちょっと待って。俺の名前これか。俺ここなんで、あれどこだっけ。あ、随分遠いな。そこ行かねえと。行きつつこれ見ようぜ。物流、あ、1個でやれるような、あ、しかもなんかスロット増えてない。あ、ありがたいね。待ってたこれ。これは待ってたよ。足んなかったもんね、なんかね。線路渡ったらまた見よう。何これ、トラッシュスロット。あ、普通にこれ入れれば持ってってくれるのかな、ロボットが。そのうち無限ってなんだ、上限値、ん？よくわかんねえな。10個。これだと10個まで持ってきてほしくないよ。1個でいいよ、1個で。右が上限、下が下限？って感じ？無限なんなんだろうな。50、50でいいんじゃないの？50、50だと、まあ、とりあえず50になるまでやってくれるってことだよね。もうチェックなんだ。決定ってことか？あ、これはとりあえずもう本当に0個になってほしいから捨てていいやつか。これしかも、E で消えないので、これ決定押さないと消えねえんだ。あ、ずらしたりできるとさらに嬉しいんだけどな。あ、消えちゃった。これなんだっけ、どうか。どう。ちゃう、これ。0でいいです。っていうやつか。しかも移動も、ん？移動ができなくなるんだ、これ出すと。ちょっとなんかまだ処理が今までのものと違う感じなのかな。E を押しても消えないし、移動もできないです。あれが出てると。手荷物。検索。なんかこのタイミングでついでにレシピ変えたとかあるかもしんねえな。まあでもとりあえず大体変更、場所の変更とかあるかもしんねえけども、まあそんな大きな違いはねえかな。まあこの物流が便利になった。でしかもこれってトラッシュ、あ、これオフにすると捨てなくなるのかな。これもうあれだよね、研究しなくてもこのスロットフルで使えるってことかな、全部。あ、てかあれ入ってないじゃん、同行席入ってないじゃん。ゼロでいいんだよ。あ、で×押しちゃうと決定されねえのか。そっかそっか、結構重要な設定だからちゃんとチェック入れないと有効にならないっていうことなのかな。
そんな感じか。この無限が持ってきてほしい。上限は無限だから最低200個持ってきてほしいんだけど、それ以上増えても捨てないよってことか、これだよね。でとりあえず、地下ベルト、あ、置かれてんな。あ、違う、こっちじゃねえや。下下下下、地下ベルト。お、燃料溜まってきたね。これでやっとこっち側に入る。もう発電してるよな。してねえな。あ、水来てねえな。なんだ、ん、水来てねえな。あ、どういうつながり方してるこれ。あ、水来てねえな。あれ、あ、ここも水来てねえぞ。そりゃ来ねえわっていうね。こっちとかは、あ、来てない。うん、待って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 、ここも来てねえぞ。あれ、水がゼロ？なんだゼロって。あれ、全く来てないぞ。水ゼロ。こっちは来てる来てる。あれ、なんでここ来てないの水が。あ、そりゃあ来ねえわ。そりゃあ来ねえわ。なんもしてないじゃん俺。なんもしてないじゃんこれ。びっくりだよ。来るわけないじゃないか。ここいらねえか。12個必要になるんだよな、合計で。2、3、4、5、6、埋めるか。多分こんなんでいいんじゃない？これやめとくか、分かりづらいもんな。5、6、7、8、9、10、11、あ、足んねえ。え、どこ使ってんだっけ。内側ね、内側使ってっから、ここからか。これを使って8のところまで、置いていかなきゃダメか。厄介だの。ちゃう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 。こんな感じ。合ってる？合ってんね。ここまで。ポンプ来たかな？来ねえか。ロボステ範囲入ってる？入ってギリギリだな。ちょっと置いとくか。置いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10台。コピーできねえ。こことこう。まあこんな感じで、ここを使って、うん、大変だの。曲がんの大変だねこれね。まあ、しゃあねえのか。これがここまで行ってほしいんだよね。要はこれまだ置けてない、ここ用のやつになります。届くんだ。そうかそうか。まあこれで、まあこうなんのか。ここまで。まあ当然届かないので、同じ？
届かねえのか。まあいいでしょう。で、あ、地下パイプなくなっちった。待つか。ロボット、あ、で、届けてくれてる数とか見えんのかな。今、パイプが、パイプ呼んでなくね？どれだ、パイプ。あ、これか。これ、数字で見えねえな。100個100個になってっから、まあ、200、150とかにすっか。で、前までだとこれ数字を入れた時点でそれが有効になっちゃってたけど、これを押すまでは有効にならないから、間違えて数字をこうやっちゃったとしてもその数がいきなり飛んでくるってことはねえんだな。そのために一回ワンクッション置くようにしたのか。ここを押すまで多分有効になってないはずだ。ノーマルパイプなんかこんないらないでしょ。あ、上の話ね、上限いらないと思うんで、まあ、200、400とかこんなんでいいんじゃない。あと何ですかね。あ、これ来ないよ、俺のところに。ゼロだから。はい。どこまで増えんだろうね。あ、めっちゃ増えんじゃん、これ。あ、すっごい。めっちゃ便利。ありがとう。もうそれしか言う言葉が見つからない。あ、すごいな、これ。で、研究はないんだよね。前まであったゴミ箱研究、いやもうわかんねえな。どこから見りゃ、どうやって見りゃいいのかわかんないんで、ちょっとあれだけど、まあなくなったと。今残ってる研究本当に戦闘用のやつだけだな。まあそれはそれでいいでしょう。で、パイプ来た、これも来た。ちょっと伸ばしとくか。これ物流の中にいたいよね。大丈夫か。まあ、この辺なら OK なんで。あ、ここでも届かねえのか。3個ぐらいはつけたいよね。で、あ、このこっち行かねえんだ。右行かねえんだな。そっかそっかそっか。大変だの、俺な。ダメですか。わ、なんかダサいというか微妙。あー、届かねえんだこれ。美しい方法がわからない。ずらした方がいいのか、単純に。じゃあですね、こうやってずらせばいいのか。あ、でもこっちはどんどん遠くなっていくのか。間空いてねえから。美しくねえ。あ、どうすりゃいいんだろう。まあ、真ん中に置くしかねえのか。真ん中らへんを見た感じで置くしかない。あ、届かねえんだ。そうか、邪魔を。わあ、これは綺麗に置けねえです。あー、残念だな。こんな感じ。うわー、ぐっちゃぐちゃで、まあとりあえず水がいったので、やっと発電が始まったぞ。ひどかったな、やり方としては。水が、水こっちか、水がいってます。で、発電、あー、ここも見た目変わった。どう見ればいいのだ。充足度、おう、アマントオブパワー、なんとかなんとか。生産量、蓄電率、満タンにならねえな。あ、減ってってるね。これ夜じゃないよね、別に。蓄電が減ってってる。これはよろしくないんじゃないのかい。つまり足りてないということか、原発とかが。あれ、なんで回んないのそれ。あ、ひどい、これ全然ダメなやつじゃん。古い原発のブループリント、やらかしてるね。これまた取り直しじゃん。
ってことだよね。でなんか数が来ない、運搬中じゃ、あ、いいのか。ん、それはちゃんと出すようになってるよな。出してで燃料済みを回収してアクティブ、これは合ってるはずだ。よし、じゃあまた取り直すか。コピーし直し、あまり使わない、これさらば消して、あれ消えた、どこ行った、あ、中入ってる、こうか。でこれをこんな感じ、合ってるよな、地下ベルトの向きも合ってる、作成で、これをあまり使わないに入れます。 OK、 今度こそ正しいはず。よし、じゃあそれはそれで OK で、足りないっぽいんだよね。蓄電が減ってきた、ちょっとなんですかね、そんなに減る蓄電。こっちは地下ベルト待ち、地下ベルトが今いくつだと、あ、足りたみたいだね。ビーコンが足りてなくて、まあそれはいいや。で蓄電が減ってくのがまずいので、もう一個原発を置きましょう。だからここをなくさんといかんので、ちょっとスピードモジュール入れてさ、早くなくそうじゃ、そこ邪魔だよね。ここでこっち側にも置くか。ここに原発置いて左からだよね。じゃあやっぱり埋め立て地を用意しとこう。要求、あ、そうか、これも形変わったのか。さすがに要求チェストの要求スロットは増やせないのか。まあそらそうか。あ、で見た目これで統一か。あ、でこれもチェックを押すまで実行されないから、なんか初期設定が50、1個しか呼びたくないのに初期設定が50で一気に50個来ちゃうなんていうことはなくなるわけだね。まあそれはそれで便利かもしれない。で、なんだっけ、呼ぼうと思っていたものは埋め立てです。埋め立てが2000ぐらい、これでいいか。運搬中、運搬中です。まあこれはこれでいいでしょう。でそれをスピードに入れ替えたい。ん？なんだこれ。あ、こういうやつか。そう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 。ちょっと見た目が変わった。ピンクをスピードに変えたい。これです。あれ、俺持ってないの？え、ちょっと俺、あ、え、なんで？今タイムラグは何だったんだ？持ってかれた。あ、そうか、50の50にしてるのか。だね、了解した。まあまあいいでしょう。これどうなるかな、一気に速くなってここ詰まっちゃったね。まあいいか、 OKOK。 まあこれはなくなるまで待つとして、では左側にもう一個、もう3セット1個2個3個原発を置こう。バンバン外して置きましょう。入るかな、ここで。この横のスペースってどのくらい空けるべきなのか、あんまり気にしてねえな。これは3マスぐらい空けてる、ほぼほぼ密着で OK だね。ここ1マス開けだ、まあ、1マス開けで良さそうだね。置いてしまえ。あ、やっぱ入んねえか、左がちょっと出ちゃってるね。了解了解、埋めます。来てるね、それ全部。これ返されちゃう、下手すると。あ、なんかロボットすげえ持ってる。あ、さっきロボスで回収したからか。まあいいでしょう。でもこの辺を
まあ、綺麗に鳴らそう。このぐらい？このぐらいかな、幅的に。まあ良さそうだね。よし、この幅でいこう。一番上まで埋めてしまおう。足りっかな、足りるっぽい。埋めた。あ、なくなっちゃった。回収。微妙に影に隠れて見にくい場所だねこれ。オッケーです。で、ここに左向きだよね、パイプが。こうか。まあ2マスぐらい開けとくか。こんな感じ。1個。あ、でこれまたあれか、地下の地下ベルトが。あれ、それ違くない？これ古いやつじゃん。しまった、なんかまたやらかしてる感があるんだが、どうしよう。上から OK か。こう置かれた。でパイプ左向きで、なんかある、木が邪魔。そこで、もう一個上、石炭。どうしよう、これ埋めていいかね。そんないっぱいあるもんね、石炭。いいよね、埋めちゃいます。3セット目。はい、いいんじゃなかろうか。でなんか必要になってくんだよね。取っちゃう。ロボ捨て、ロボ捨て。まあ多分必要になるやつ。それいらね。アクティブに変えちゃってお返しします。でロボ捨て範囲があと、どういうとこだ、置かなきゃまずそうなところ。多分こことかだよね。こう、そことかじゃない。こう、これちょっと中途半端だったね。置くべきはこことかじゃない。まあこれあってもいいか。取ったらどうなる。あそこ、あれなんかねえの、やだね。やっぱな、置いとこうなんかロボットがまた増えたわ。レーダー取っちゃったのか。レーダー置いとこう。多分こういうとこもあった方がいいよな。え、ここも必要。結局いつ来るかな、ロボット。ここも、いや、あるあるある。ここがない。そこにあるので、この石炭のところに置きます。こんな感じ。レーダー、レーダー、ど真ん中に1個。これ、さて足んねえかな、さすがに。ビーコンが足んないのはわかる。変電所と、あとタービンだね。タービンがあと10個足んないって。これは町ですかね。上とつながってねえのか。それもちょっとやだね。ロボステはでも足りてんだよね。ロボステ、ロボステどれだ、これか。10個少ねえのか。20にしようか。20、はい。これが置かれないと。現物持ってません。あ、地下ベルトは置かれてる。よかったよかった。
で逆になるのかこれ。こっちが要求でこっちがアクティブです。電気どうだい、まあ、これ他のとことつながってないからだよね。そっか、だから電線どうですか、電線の感じは。孤立してる？孤立してるね。いや、そうでもねえぞ。一応つながってるっぽいんだが、充足があれ足りてねえんだ、アウトなんだ。なんかどっかとつながってないからとかじゃなくて、あ、単純アウトのやつだ。蓄電がね、じゃあピコピコしてるってこと？あ、やば。あ、今夜か。あー、こうなる？こうなるか。配置は終わったみたいだ。ビーコン、うわー、足んねえんだ。しかもこれ、今後またビーコンがここに置かれるわけでしょ？ここに。で、ビーコンの消費電力って結構やばいんだよね。やべえ、これ、またえれえことに。あと数セット足さないとやばいかもしれないね、原発。足す？こっちの右側に、ここに足したらどうなる？まあ大丈夫そうだ。スペース的にはいけるんだろうか。ここまで来ちゃうのか。そうすると、パイプを通す隙間がもうないんだよね。違う原発の発電所作んねえとな。元気？いなくね？あれ？ここだよね、俺のペット。あれ？ちょっと待って、俺のペット。いなくない？嫌な予感がする。あれかな？射程伸びた関係で、上の方だっけ？いや、ここだよね。あ、入ってる！あー射程に入ってる。この辺の、こいつに撃たれたな。うわー、最後の瞬間見逃したっていうか、すごい、何日間一緒にいたんだろう。ちょっと悲しいねこれはね。ワームさんいなくなっちゃう。俺のペットずっと一緒だったのにな。あー、やるかと思っていたけどやっちゃったね。射程を伸ばしすぎたってことか。これか、長距離放射程。ああ、そうか。まあ安らかに眠ってくれ、しょうがない。